小島でございます。本日はですね、リフレーム2021の感想をお話ししていきたいと思います。はい、ちょっとね、目の前で工事しててちょっと騒音が入る可能性があるんですが、ご了承ください。はい、というわけで小島はですね、今回12月の2日の愛知芸術劇場の、リフレームに参戦してまいりました。おそらく情報解禁なのではないかなと思い、この動画を撮っております。はい、まあ、それでですね、まあ、小島のリフレーム歴リフレーム歴と言いますと、一番最初に行われたリフレーム2018は不参加でございまして、その翌年にありました、リフレーム2019のあの LINE キューブ渋谷で行われたやつの千秋楽に一日だけ参加しております。で、まあ、そのなんかね、この動画の中でも割と散々言ってたと思うんですけど、その2019年の時のリフレームの、まあ、感想っていうのを結構いろんなところで言ってるんですけど、その時はね、なんて言うんだろうな、ちょっとこうライゾマ色が強すぎて、Perfumeの本当の良さを、まあ、引き出しきれてないんじゃないのみたいなことをちょっとんって首かしげるような感じの感想を割といろんな動画で話してきたんですよ。で、実際なんかなんだかななんだかなと思いながら、まあ、2019、まあ、リフレームってこういう感じなんだなと思って納得し、まあ、時が流れ、今回の、まあ、リフレーム2021に参戦しましてね、まあいろいろありましたね、このその2年間、ちょうど2年、その2019の時も11月とかだったと思うんですけど、丸2年だって、もうその間に本当にいろんなことがありましたね。まあ、コロナがあってこうライブが中止になったりとか、なかなかこうイベントができない、ライブができない、なかなか Perfumeと会えないっていうのがすごい続いた中で、まあ、今回リフレームがありまして、で、まあ今回のリフレームって、まあ、簡単に言うと、すっごい簡単に言うと、その2019の時のリフレームの内容とほぼ同じ、ほぼ同じだったと思うんですよ。なんか新しい要素は組み込まれていたり、こうなんか進化してる部分ももちろんあったんだけど、おおよそ、そのおおよその流れはほぼ同じだったと思うんですよ。だから、そのじゃあ私がさ、2019年の時に抱いたなんかライゾマのあれが強すぎて Perfumeの良さが半減しちゃってるんじゃないのみたいな感想を抱くかと思いきや、だからもうざっくり言っちゃえば全く同じものを見せられているはずなのに、今回はもう1曲目から涙が止まらなくて、そのディスプレイからね。でね、正直その前回は涙が出なかったんですよ、小島。なんか いろいろ疑問に思っちゃって、なんだけど今回は、あ、同じディスプレイだってなって、同じもの見てるはずなのに涙が出て、ずっと泣けて、あ、リフレームやってるみたいな、こういきなりざっくりな感想になっちゃうんだけど、なんかその時代のタイミングとか自分の環境とか自分の状況が変わることによって、同じパフォーマンスでも違った見え方ができるんだなっていうのに気づいたんですよ。で、まあ、それで今回まあ、コロナがあってとか、小島がね、初めて一人暮らしを始めたらとか、こう仕事でいろんなことがあったらとか、まあ、そういうのがたっぷり詰まった2年間だったわけで、やっぱりそのポリゴンウェーブの時も感じたんだけど、こう Perfumeがライブを行うことに、こうある種当たり前っていう感覚を抱いてたんですよ、今まで。まあ、それは結構誰もが改めて再確認したんじゃないかなと思うんだけど、やっぱりこうコロナがあることによって、あ、なんかライブで普通にこう対面してその同じ空間を味わうことって当たり前じゃなかったんだなっていうことにやっぱ気がつくわけじゃないですか。ちょっとリップだよねそのある意味こうリフレームも、その
今まではねちょっと危うくさその当たり前だって感じちゃっていたところが、いやこれは本当に奇跡なんだ、ありがたいことなんだって思いながら挑んだことによって本当に見え方が変わったんですよ。もう目の前に Perfume がいてパフォーマンスをしてくれてるっていうことが、もうありがとうございます、ありがとうございますっていう風で、本当にもうポリゴンウェーブの時も思ったけど、本当に当たり前じゃないんだなっていうのをすごい思いました。はい。でね、じゃあライゾマが強すぎるんじゃないの、うーんって思ったのと同じような感じで、今までの歴史を振り返りすぎてるんじゃないかっていう疑問もあったんですよ。2019年の時になんかあるじゃん、そのリニアモーターガールのイントロから始まって、こうエレクトロワールドとか言って、こう今までのこうシングルを振り返ったりとか、過去のライブをのタイトルをこう読んでいって、こういう歴史があったねとかで、過去のシークレットシークレットの映像に合わせてしくしく踊るみたいなのとか、あの、まあ、確かにこの過去の Perfume の歴史を再構築しているのがリフレームだと言ったと言っても、ちょっとやりすぎなんじゃないかなって思ってたんですよ。なんでここまでやるんだろうって思ったんですね。わかるよ、コンセプトに沿ってるのはすごいわかるんだけど、で例えばその2019年の時期だと、その再生の PV とかもちょうど出てた頃で、その再生の PV もさ、ちょうどそう昔の PV をこう走馬灯みたいにしてやるから、なんかそれで、ね、なんだろう、すごいひねくれた見方をしてしまうと、こうなんかなんだろう、ファンを喜ばせる方向に走りすぎてるんじゃないかなって思ってたんですよ。っていうちょっと歪んだ受け取り方をしてしまっていたがために涙が出なかったみたいなところがあって、まあ本当それはなんかあの素晴らしい作品なのになんてことを言うんだって思う方もいるかもしれないけど、小島は本当にその正直そう思ってたんですよ。なんだけど今回もそのね、過去のツアーのタイトルとかそのシングルをこう、ね、歴史をこう掘っていくみたいなのを、同じパフォーマンスをこう見た時に、そういうその前回抱いたようなそういうなんか走馬灯やりすぎじゃねっていう気持ちは全くなくて、なってそれを見てた時に、あ、Perfumeがこれやる理由ってもしかしたらこうなんじゃないかなっていうのがこうパッて頭に浮かんで、じゃあなんでそれをやるんだろうって、なんでそんなに改めて過去の一つ一つを大事にしていくんだろうって思った時に、関わってる人たちがたくさんいるっていうことなんじゃないかなって思ったんですよ。なんかその、まあ、ある種曲もさ自分で書いてないじゃん、自分で作ってないし、自分で歌詞も書いてないし、自分で編集もしてない、でダンスも自分たちで作ってるわけではない、そのPerfumeの3人にとってはね。でツアーも でその中でその1個のシングル1個のツアーで本当にたくさんの人がその作品を作り上げたっていうことを、こうなんだろう、ある種こう忘れないようじゃないけど、それをすごく大切にしているんだっていう意思の表れなんじゃないかなと思って、だからその自分たちがやってないからこそ、自分たちじゃない人がこんだけ携わってる過去があるんだよっていうことを今一度なんかこう確認してるようだからわざわざやるんだろうなって思ったんですね。って思ったのはなぜかっていうと、あの小島がね、本当にそのリフレームの5日前ぐらいに、あの、ま、この動画の中でも宣伝させてもらってると思うんだけど、小島ルシェっていう自分の主催のイベントをねやったんですよ。でそのイベントを主催するにあたり、そのま資金が必要だってなって、ちょっとこう自分の話になっちゃって申し訳ないんだけど、もうサポーターさんって言って、その事前にそのイベントの運用の資金を募ったんですね。でサポーターさん募集して、まあ、いわゆるスポンサーさんなんですけど、で募集して、その関わる人たちがすごい多かったんですよ。あの小島ルシェの成功を応援してるからねって言ってこうお金を支援してくれて、でその人たちがいたからノベルティ作れたりとか、その会場のセットが組めたりとか、チラシをすれたりとか、こうデザインのチラシのデザインを発注できたりとか、こうみんながいるからそれが作ることができて、で当日はお客さんがみんなが来てくれて、その人たちがいるから成立していて、でなおかつ私がすっごい今回思ったのは、その関係者も多かったんですよ、自分のその小島ルシェをやるにあたって。でカメラマンさんを雇ったりとか、そのお手伝いさんをこう呼んだりとかして、その
でもスタッフの満足度も高くなきゃいけないなってすごい思ってて、なんかそのなんだろう、この世であるのはさ、経費削減のために人件費を抑えるとかあるけど、人件費は絶対になんか不満がないぐらい出したいなとか、こう関わる人全員、そうサポーターさん含め、お客さんも含め、スタッフも含め、全員をこうの満足度をすごい高くしたいなって思って小島るしを主催してたんですよ。でその直後にリフレーム見たんで、なんかその過去の走馬灯をやってる中で、あ、それを自分で置き換えた時に、じゃあ例えばじゃあ小島るしが何年も続いたとして、その関わる人がどんどん増えてたとして、いろんな人がね入ってきたりするとして、あ、その人の全員を大事にしたいなって思った時に、多分私もこういうことするんだろうなって思ったんですよ。でね、その、まあ、今回小島るしが第2回目だったんですけど、その1回目が2019年にやってて、1回目のそのお客さんだったりとかサポーターさんだったりとかも大事にしたい。でもなんかその大事にしきれなくて、なんかキリがなくなっちゃって、そのどうやってその全部の歴史の中の小島のハンコ屋の小島るしとかを応援してくれた人にどうやって感謝を伝えたらいいんだろうってなる。でその Perfume はその歴史があまりにも長すぎて、関係者もあまりにも多すぎるとってなった時に、あれをするんだなって思ったんですよ。とかとか、だから思ったのは、あ、トクマジャパンとかの話もあったじゃん、その2012年ぐらいにそのレコード会社を移籍するみたいなやつで、そのずっとデビューの時からお世話になってたトクマジャパンからこう、まあ、世界のPerfumeになるためにワールドミュージックだっけ、ユニバーサルミュージックか、ユニバーサルミュージックにこうトクマジャパンが後押ししてくれて移籍する形になったっていう物語とか、なんかそれで今はこうだけど、トクマジャパンがいてくれたから今のPerfumeがあるよねっていうことを表現するためにも見えたし、その全部に対して感謝してるっていうのをパフォーマンスに詰め込んだんだなって思ったんですよ。ってなったらすごい納得感があって、あ、なんかむしろ、あ、なんかPerfumeの一種の現れっていうか、なんかその2019年にはなんでって思ってたことが全然無意味なんかじゃなかった、ただ単にファンを喜ばせるためじゃなかったっていうことに気づいて、なんかすごくそこで、あ、なんか自分が変わったんだなって思いました。その同じものを見てすごい感じ方が変わったのは、あ、私が変わったんだなって思ったんですよっていう話で、そう、この話がしたかったんだよ。でさ、絶対あの最後の MC とかでもさ、その今ステージにいるのは3人だけど、ステージの下にはたくさんのスタッフさんがいて、その大勢のスタッフさんが支えてくれてるからここに立ててるよっていうことを結構毎回言うと思うんだけど、あ、それをパフォーマンスに落とし込んだんだなって思ったし、なんか私もなんかその Perfume のその姿勢っていうのをこうちゃんと自分の中に取り入れて学びにしたい、血肉にしたいなって思ったんですよ。だから今回は小島るし2回目だったんだけど、もしこれから3回目4回目ってやるときに多分規模が大きくなっていくと思うんですね。その時に絶対にそのスタッフさんをないがしろにしたくないなって思ったし、そのなんだろう、なんか身近な人を一番大事にしていられる人でありたいなって思いましたね。だから本当になんか Perfume には学ぶことがたくさんあるし、なんかすごいいいタイミングでリフレームを見れたなと思って、そのじゃあもしかしたら今後リフレームやるときも同じ内容で見ることになるのかもしれないけど、その時の状況によって見え方って変わるなっていうのが今回のまとめです。もっと言いたいこといろいろあった気がするんだけどなちょっといろいろ言いたいことが浮かんだらまたお話しします。皆さんは今回のリフレーム、どう感じましたでしょうか？私はね、本当に1公演しか行ってないので、こうなんか細かいところまではちょっと見切れてないところもあったと思うんですけど、皆さんの感想も聞かせてもらえたらなと思います。そして、まだチャンネル登録してないよっていう方は、ぜひチャンネル登録してもらって、いいねなど押してもらえると非常に嬉しいです。
まあ、あとね、その Perfume の関連の話でこういう話は聞きたいとか、こういうね Perfume クイズをしてほしいとか、いろんなリクエストがあれば、それもぜひあのコメント欄で書いていただけると非常に嬉しく思いますので、そちらもよろしくお願いします。というわけで、リフレームありがとうございました。小島でした。